はいどうも皆さんこんにちは、クレハです。前回ですね、 CSM バーストライバーの変身前に遊べる遊びだとか、他にも待機音を増やさせたり変身音のバリエーションを変えたりということをやりました。今回はですね、変身後のクローズユニットの武装だったりとか、まあ、バーステ、クローズサソリはもちろん、セルバースト、まあ、必殺技ですね、必殺技遊びだったり、他にもね、効果音を鳴らしたりとか、あと自爆未遂音とか鳴らせるので、そちらをやっていこうかなと思います。そしてまあ最後にですね、まあ、BGM をちょっと軽く紹介して今回の動画は終わりにしようかなと思います。で早速ね、変身後の遊びやっていきましょう。はい、それではまず普通に仮面ライダーバースに変身します。それではクローズ武装をやっていきます。武装するときはセルメダルを1枚抜いてですね、まあ、抜かなくてもいいんですけども、まあ、1枚抜いて再び入れてここを回すだけです。はい、こんな感じで1回目がドリルアームになってまして、2回目がクレーンアーム、3回目がショベルアーム、4回目がブレストキャノン、5回目がキャタピラレッグ、6回目がカッターウィングとなっています。はい、こんな感じですね。で、これがプロトバースの場合はですね、プロトバースはクレーンアームとブレストキャノンしか使えないという説明が、まあ、里中さんから本編でもあったと思うんですけども、まあ、その2つしか使えないという感じになります。実際にプロトバースモードで起動してみますか。プロトバースになるには、上の効果音ボタンを押しながら、1番か2番に入れます。それでは、変身から武装をやっていきます。はい、ということで、プロトバースになったことでですね、通常のバースだと1回目はドリルアームだったんですが、プロトバースはドリルアーム使えないので1回目がクレーンアーム、そして2回目がブレストキャノンになります。これ以上やってもカプセルが開く音しか流れない感じです。はい、今通常のバースのモードに戻しました。で、本編ではですね、例えばドリルアームとクレーンアームが一緒に使われたりとか、ドリルアームとキャタピラレッグが一緒に使われたりとかね、まあそんな感じで複数個一気にクローズ武装をしていたっていうシーンがあったと思うんですけど、まあそういうのをどうやって再現するかと言いますと、変身後にですね、ここの効果音ボタンで、予約をすることができます。例えばドリルアームとキャタピラレッグを一緒に使いたいってなった時は、ドリルアームとなっているときは長押し、他のところは単押しで、キャタピラレッグのところになったらまた長押しみたいな感じですることで予約することができます。いきます。ドリル、クレーン、ショベル、ブレスト、キャタピラ。これでですね、今ドリルアームとキャタピラレッグで、予約音が鳴ったと思います。この状態で、もう一回やってみます。するとですね、ドリルアームの時は展開音が鳴りません。そしてキャタピラレッグが展開された時にですね、一緒にドリルアームの展開音も鳴ります。いきます。ドリルアーム。キャタピラレッグ。はい、こんな感じでですね、好きな組み合わせを、自分で再現することができるということです。なので、例えばですね、ドリルアーム、ショベルアーム、キャタピラレッグ、
カッターウィングみたいな4つ武装とかもできちゃうわけですね。じゃあ例えば今ドリルアームとキャタピラレッグをドリルアーム、キャタピラレッグの順番に鳴らしました。ただこれを、いや自分はキャタピラレッグ、ドリルアームの順番がいいんですっていう方もまあいらっしゃると思うんですね。じゃその場合どうすればいいかっていうと、一度ですね、ドリルアームのところは長押し飛ばしていただいて、キャタピラレッグのところで最初長押しをしますと。そして、その後がですね、カッターウィング、そしてバースでクローズサソリっていう風に音声が流れるんですけど、そこもスキップしていただいて、もう一回押すとですね、ドリルアームに戻りますので、そこで長押しをしていただければ、その順番でなると思います。で、実際に、そちら試していきたいんですが、まあ、現在ですね、ドリルアームとキャタピラレッグが武装されている状態ということで、そちらをまず解除していきたいと思います。何らかのですね、ユニット、まあ、クローズシステムを装着している場合にですね、効果音ボタンと BGM ボタンを同時に押すことで、武装をリセットすることができます。交換ボタンと BGM ボタンですね。はい、こちらを押すことで、はい、こんな感じで、ドリルアームが再び選択できるようになってます。では、キャタピラレックで一番最初、予約を入れます。で、もう一回押したらドリルアームなので、ここで、再び予約を入れます。はい、この状態で、再び、クローズ武装していきたいと思います。はい、ということで、こんな感じで、キャタピラレッグとドリルアームの順番でもできるようになりました。ということで、まあこれをですね、まあいろんなパターンがあるわけですね。2つだったら6つの中から2つを選んで、さらにその2つが順番関係なしに選べるっていうところで、まあこれちょっと数学の問題っぽくなるんですけど、まあこれをですね、自分計算したところですね、すべての組み合わせはですね、1956個っていうとんでもない数が存在するようです。ただまあそれをね、1日1回やっていたら、5年以上かかっちゃうっていうところで、まあさすがに、そこはやらないですけども。まあこういうふうにですね、好きな組み合わせ、自分の好きな組み合わせで遊ぶことができるっていうのは非常にいいところかなと思います。で、もちろんですね、プロトバースの場合はクレーンアームとブレストキャノンしか使えないんですけども、まあクレーンアームもね、ブレストキャノンも予約機能もちろん使えますので、例えばブレストキャノン出した後にクレーンアームしたいとか、で最初からブレストキャノン使いたいっていう時も、まあこの予約機能を使えば実現できるという感じになっています。はい、こちらでですね、まあ、クローズ武装のやり方っていうのはおしまいなんですけども、まあ、ここでですね、まあ、バースで、一括武装ですね。バースでっていうのは、1回でも全部武装しちゃうよっていうところで、まあ、それのやり方はですね、先ほどの予約機能のですね、7音目にですね、バースでという音があったと思うんですけども、まあ、そちらで予約してあげると、バースでを発動させることができます。はい、こんな感じでですね、伊達さんのボイスモードの場合はこういうじゃあとっておきの使うかっていう初めてバースデーに変身する直前の、セリフが流れます。はい、それではバースデーやっていきます。バースデーはですね、セルメダルを入れてここを回すという操作を5回やって、もう1回ですねセルメダルを入れて、回すと、全ユニットが一気に武装された音が鳴ります。なのでですね、5回目までは何の音も鳴りません。それではやっていきましょう。はい、次が6回目なので、これをやると、全武装の音が鳴ります。はい、これでバースデーに変身することができました。いいですね。バースデーはですね、やっぱり、まあ、後藤ちゃんも初変身の時に使ってましたし、伊達さんもバースデーになって戦っているシーンありましたから、まあ、かなりごつくてですね、結構僕もバースデー好きなんですよね。ちなみに後藤ちゃんのボイスモードでは、こんな風に何も、別にボイスならないっていう感じですね。では続いて、
クローズサソリについてですね、やっていきたいと思います。クローズサソリを召喚するにはですね、セルメダルを1000枚、入れなきゃいけないんですけども、まあさすがに1000枚入れるのは難しいというところで、交換ボタン8回押してですね、クローズサソリの音で予約します。その後にですね、セルメダルを1回入れるごとにセルメダルが100枚入ったっていう認識になって、10回分で1000枚分になるので、そんな感じで10回入れてハンドルを回すと、クローズサソリが召喚されるっていう音が鳴ります。ただですね、まあ別にメダルを、まあ、1回入れてハンドルを回してもですね、クローズサソリの音は鳴るという感じらしいんですけども、まあこれはですね、伊達さんのボイスモードでやると、ちょっと面白いセリフも鳴ったりしますので、そちらを検証しましょうか。はい、こんな感じで伊達さんのボイスモードの場合はこんな感じで伊達さんのセリフが鳴ります。そしてセルメダルを入れます。はい、こんな感じで通常の場合はですね、この伊達さんのボイス入らないんですけど、伊達さんのボイスモードの場合はこういうセリフがつきます。では10回これやっていきましょう。次が10回目ですね。はい、このセリフが鳴ったらハンドルを回します。はい、こちらでクローズサソリが召喚されたという感じになります。いいボイスが入ってますね、これ。はい、続いてなんですが、今までは単なるですね、クローズ武装をしていただけなので、まあ、音は鳴ってなかったと、個別の。なので、そこの個別の攻撃音を鳴らしていこうと思います。個別の攻撃音を鳴らすには、クローズ武装を行った後に、効果音ボタンとセリフボタンを同時押しすることで鳴らすことができます。これはですね、ここを押すたびにですね、最後に武装したクローズ武装の音声が1回目に流れまして、2回目にユニットをブーストした順番ですね。なので、例えば、ドリルアーム、ショベルアーム、キャタピラレックの順番で入れたとすると、まずキャタピラレックが流れて、その後にドリルアーム、ショベルアーム、みたいな感じになるわけですね。で、もちろんこれはバースデーになった時は、すべて流れます。では、バースデーになって、ちょっと全部鳴らしていきましょう。今、バースデーになりましたので、それでは効果音ボタンとセリフボタン同時押しして、それぞれの音を鳴らしていきます。まずドリルアームですね。はい、こんな感じで。現在、伊達さんのボイスモードでやっているので、伊達さんのセリフもちょっと入っています。はい、続いてクレーンアームです。続いてショベルアーム。続いてブレストキャノンですね。ブレストキャノンかっこいい。続いてキャタピラレック。はい。そしてカッターウィングはですね、飛行音とカッター投げ攻撃音の2種類が入っております。1音目は飛行音ですね。はい、こんな感じで。ただですね、カッターウィングといえばやっぱり、伊達さんはバースデーでしか武装してないので、まあカッターウィングといえばやっぱり後藤さんですね。はい、続いてカッター投げ攻撃音です。
はい、こんな感じになってます。ただこのカッター投げ攻撃音に関しては、先ほども言ったようにもう一周しなければならないっていう感じですね。飛行音が鳴った後、もう一度ドリルアームになってしまうので、はい、ドリルアーム、クレアム、ショベルアーム、ブレスケのキャタピラで流した後で、続いてのカッターウィングがカッター投げ攻撃音になってます。なので、こちら二つを連続して鳴らしたいという場合は、カッターウィングだけ武装した状態で、武装攻撃音を発動させていただければ、この順番で連続して、ちゃんと流れるようになると思います。それではですね、今までやってきたのはですね、それぞれのクローズ武装の攻撃音だったんですけども、もちろんクローズサソリの攻撃音っていうのも入っています。それではクローズサソリモードにしていきます。はい、今クローズサソリモードにしました。これもですね、同様に効果音ボタンとセリフボタンの同時押しで、1回目が打撃攻撃音ですね。バースの攻撃に合わせてクローズサソリも一緒に動くというシーンがですね、旋回記念の時にあったかなと思います。はい。そちらが再現できるのと、2回目がですね、ビーム必殺音というところで、こちらシャウタがですね、クローズサソリを操ってですね、ビームをしていたシーンがあったと思います。そちらが再現できるようになってます。はい。ということで、1回目、打撃攻撃を鳴らしていきましょう。はい、こんな感じで、伊達さんの動きに合わせてですね、クローズサソリが動いてるのが、まあ想像つくかなと思います。2音目、ビーム必殺音いきましょう。はい、こんな感じでビーム必殺音を鳴らすことができます。はい、ちなみに後藤さんのボイスモードでも、後藤さんの声が攻撃音に付与されるという形になってます。ドリルアーム。クレーンアーム。こちらはセリフ入ってないですね。ショベルアーム。ブレストキャノン。キャタピラレッグ、カッターウィング飛行音、カッターウィングのカッター投げ攻撃。クローズサソリの打撃攻撃。クローズサソリのビーム必殺。はい、こんな感じですね。はい、続いてセルバーストで遊んでいきたいと思います。セルバーストをするには、この2枚必要になってきます。ではまずブレストキャノンを武装します。まあ、セルバーストといえばですね、ブレストキャノンなので、ブレストキャノン武装していきましょうか。ただ別にブレストキャノン武装しなくてもセルバースト自体はできますので、まあ一応今回はブレストキャノンでやるよっていうだけです。それではですね、こちらはですね、それぞれのモード、伊達さんのボイスモードとか、後藤さんのボイスモードとか、後藤さんのプロトバースモードとかっていうので結構中身が変わってくるという感じなので、今回はですね、伊達さんのボイスモード、後藤さんボイスモードでやっていこうと思います。で、基本的にボイスモードじゃないモードはですね、ボイスモードのボイスが入ってないものと思っていただければいいかなと思います。
はい、それではブレストキャノンシュートやっていきますか。この状態でダイヤルを回します。はい、こうすると赤く光るので、この状態になったら効果音ボタンとセリフボタンをターン押しします。はい、こんな感じで充填完了といって、ブレストキャノンシュートを伊達さんが打つ音声が入っています。伊達さんのボイスモードの場合、まあ、プロトバースのボイスモードでも同様ですけども、こちら全5種セリフ付きの必殺技音が鳴るので、まあ、そちらをすべて鳴らしていきたいと思います。そしてこれの5音目はですね、後藤ちゃんと一緒にセルバーストをするっていうシーンの音声が入っています。鳴らしていきましょう。2音目、3音目。4音目。はい、そして5音目が後藤ちゃんとの同時必殺です。はい、こんな感じですね。じゃ続いて後藤さんボイスモードでもやっていきましょうか。はい、後藤さんのボイスモードでは全3種なります。3音目はですね、先ほど伊達さんの一番最後に流れた5音目と同様に2人同時攻撃の音声が入っています。1音目、はい、こちらはですね、ブレストキャノンシュート必殺技なんですけども、一番最初に本編で後藤ちゃんが変身した38話、つまりバースデーになった時にブレストキャノンを最後にグリードに向かって撃ったと思うんですけど、そちらの音声になってます。めちゃくちゃ迫力がある。それでは2音目いきます。そして3音目は伊達さんとの同時攻撃です。はい、そしてセルバーストといえばですね、伊達さんは日野はちょっと時間稼ぎ頼むわって言って、何枚も何枚もここにセルメダル2枚入れて回してセルバースト発動させてましたよね。あれも実は再現できるようになっております。1回目セルメダルを2枚入れてダイヤルを回した後ですね、ここを押さずにもう一度抜き取って2枚入れることでエネルギー充填音が鳴り始まります。それではいきます。この状態で抜き取って回すと、はい、こんな感じでエネルギーが充填されていきます。
い、こんな感じで伊達さんのなりきりがめちゃくちゃできるようなモードも搭載されています。いや、これいいですね。はい、そして結構今更なんですけども、バースの内部効果音を発動させることもできます。こちらは変身後の状態で効果音ボタンとですね、下のセリフボタン、こちらを長押しし続けている間流れます。これ戦ってる時に目の前にですね、伊達さんの顔とか後藤さんの顔が映って、テララララララっていう感じで、はい、戦ってる時のバース内部の効果音がこういう感じで流れます。はい、それでは最後、変身後最後の遊びですね、バース自爆未遂音ということで、何もユニットを武装してない状態で、効果音ボタンと BGM ボタンですね、こちらを同時に押すと、自爆未遂音が鳴ります。伊達さんのボイスモードだと続けて後藤ちゃんのセリフも鳴るようになっておりますので、聞いてみましょう。悪かったな。俺はマニュアルが大好きなんだ。あんたが研究所を出た時にとっくに自爆装置を外しておいた。後藤ちゃんナイス。マリア、ドクター。はい、ということでドクターマキがですね、バースドライバーには自爆装置がついてるんだぞと言って、まあ、ペンみたいなやつをですね、取り出して、そこをカチカチ押すんですけども、まあ、今の音が鳴ってですね、バースが爆発しないと。なんでかっていうと、後藤ちゃんが外してくれたからなんですね。そこがマニュアルに乗っていたということで、その辺もちゃんと、このバースドライバーから鳴るっていうのは、結構僕、このバース自爆未遂音を、入れてほしいっていうのはあったので、ちゃんと入っててめちゃくちゃ嬉しかったです。はい、それでは変身後の遊びとしては、まあ、こんな感じになるかなと思いますので、まあ、最後にですね、BGM の機能、そしてまあ CSM ではおなじみの BGM スタンバイ機能について、ちょっと最後話して、この動画おしまいにしたいかなと思います。はい、BGM ボタンはですね、スロットの下側に配置されていまして、端末することでですね、全7種の BGM が鳴ります。1音目が、追撃バースですね。はい、こちらの音声はですね、やっぱり伊達さんが非常に似合う曲になってますよね。例えばそうだな、カブとクワガタヤミと戦う時に初めて伊達さんの変身が見れたと思うんですけども、そこにですね、歩いて向かってる時に流れていた音楽になります。はい、続いて2番目がバースバトル。はい、こちらはですね、まあ、基本、伊達さんが戦ってる時に流れる曲ですよね。いや、これ本当にテンション上がりますね。続いて、バース変身。はい、こちらもですね、伊達さん戦ってる時によく流れてたかなと思います。そして続いて4音目がですね、リバースリバースというところで、はい、後藤ちゃん初変身バージョンと、で、5音目が、伊達明リターンバージョンというところで、はい、2モード入ってます。はい、こんな感じですね。で、5音目。はい、こんな感じですね。で、6音目、バースの悲劇。はい、こんな感じです。そして7音目はですね、バースイン江戸というところで、前回ですね、エイジの変身が後藤ちゃんボイスモードで聞けるよっていう話だったんですが、まあ、そちらの再現をより高めてくれる BGM になってます。
はい、こんな感じですね。いや、怖い。最後の流れるの本当に嬉しいな。はい、こんな感じでした。はい、それでは最後 BGM スタンバイ機能をやっていきましょう。BGM ボタン長押しするとですね、スタンバイ音が鳴ります。まあ、最大7回までですね。で、例えば、リバースリバースの、まあ、後藤ちゃん初変身バージョンを鳴らしたいときは4回スタンバイを鳴らすみたいな感じですね。じゃあ、そうだな。バースバトルを予約します。2回ですね。はい、これで予約が完了しました。最初ですね、この、音をですね、開封レビューの時にちょっと鳴らしてしまったんですけど、これが自爆未遂音かなってちょっと思っちゃったんですね。ちょっと自爆の音にちょっと似ていたんですが、これは BGM のスタンバイ機能の音でしたというところで。はい、これで今バースバトルが予約されましたので、まあ、交換ボタンと一緒に。はい、闇見つかりました。こんな感じで遊ぶことができるわけですね。いや、めちゃくちゃ再現できるな、これ。というところで、以上 BGM 機能の紹介でした。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、クローズユニットの武装とか、バースでクローズサソリだったり、まあ、攻撃音を鳴らしたりとか、セルバーストをさせたりとか、あとバース内部の交換を発動と自爆未遂音。そして、まあ、BGM 機能一通り、お話ししました。いや、ものすごい、この辺を駆使すると、なりきりの幅が広がるので、いろんなモードを駆使して、ぜひ、後藤さん、伊達さん、なりきってみてください。はい、それでは次の動画はですね、いよいよセリフを一挙鳴らしていきたいなと思います。かなりのセリフ数ありますので、お楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。